達也です。さてね、今回は特にこれといったいう話ではないんですけども、やっぱりね、家にいるとこういうね、自然の中、今パッと見てね、自然の中にいるんですけど、これを見た瞬間に、あ、気持ちいいなと思った方は、基本的に今あの状態にあまり満足していない、要するに自然が足りていないっていう、状態なんだということにね、再度そこをね認知して、なるべく、公園とか自分の、気持ちが落ち着くような場所にね、出かけるようにしてみてください。今ちょっと暑いので、そこだけね、注意しながら、自然の中をね、堪能してほしいかなと思います。今回はちょっと、特に、題目も決めずに、ランニングだとか、ウォーキングして、ほのぼのね、話していこうと思うので、ラジオ感覚でね、聞いていただけたらなと思います。さて、よっと。結構ね、広い公園で、なんて言えばいいですかね、みんながまったりと生活をされているという感覚ですね。結構ね、木がね大きいんですよね。見えますか？マイクで音がね、取れてないかもしれないので、実験ということでね、そのあたりをね、受け取っていただけたらなと思います。小さくね挑戦して、よく言うんだけども、小さく挑戦して、そして、小さく失敗するっていうことにはとても大きな意味があるので、ちょっとずつね、皆さんもちょっと失敗を積み重ねて、失敗にね、強くなっていってほしいなと思います。ちょっと見てください。こういうね、木の根っことかもなかなかね、見る機会ない方もいらっしゃるかもしれません。大きいね。ちょっと拡大してみよう。広げてみようか。ほら。ね。やった。ということで。森林浴ってね、よく聞くと思うんですけれども、ちょっと映ってないか映ってないかもしれませんね。森林浴って、ね、よく聞くと思うんだけど、やっぱりね、僕たちっていうのは自然欠乏症、今の人ね、自然が足りてないっていう話がよくよくあるんですよ。なので、なるべくね、こう今聞こえます、木の葉っぱとかが風に揺られてね、カサカサ言ってる音だとか、そういったことも人間が聞くとやっぱりリラックスするし、いろんなね、複雑な、ただ緑も、なんだろうな、こうパッと見るとね、緑といってもいろんな緑があるわけです。同じ緑がなくて、そういうものに癒されたりだとか、こういろんな、複雑な関係で人間は、自然をね、必要としているような動物だと思うので、皆さんもね、身の回りにある自然に触れたりとか、ちょっとね散歩してみたりとか、ちょっとねたまには軽く走ってみたりとか、いろいろとね挑戦してみてほしいなと思います。目的をね、パッとね、あえて決めないことで散歩を促すってこともねできるので、とりあえず外に出かけるということを目的として、歩いてみるっていうのもいいかもしれません。半数思考とかもそうなんですけど、家にいたり同じ場所でずっと考えてたりする時の方が、同じことを考えすぎて、辛くなるってことが多いので、そこをね、あえてとりあえず外に出るということで、こういうふうに意識を自分の頭の中の
反芻子の意識とかっていうのを外のこういう木々に向けたりとか、拡散するんですよね、外に出ると。そしたら反芻子が収まったりとかいう話がよくよくあるので、そういったね自分のあのストレスマネジメントなるものをね自分の中で見つけていくっていうのは結構おすすめな方法かなと思います。ちょっとこっち歩いてみようかな。すごくね、僕はね本来あの虫が苦手なんですけど、虫を避けながら自然の中を歩いてみます。やっぱこう歩くとこの土の感覚もそうなんですけど、やっぱりねあのアスファルトの上とかコンクリートの上を歩くとはやっぱ一つ違う感覚だったりします。で、あのその感覚っていうのが結構大事だったりするんですよ。最近厚底の靴だとか、低反発の、靴とかっていうのが増えてて、そこからそれのおかげで足が守られているような気もするんですが、そこから本来人間がねあの足から入ってくる情報、それは地面の中に地面の中じゃないです、ないですわ。地面にの、あの、デコポコした感覚だとか、皆さんもね、経験あると思うんですけど、裸足で、草の上歩くとね、気持ちよかったりするんですよ。畳の上歩いたりするとね。まあ、そういうのはね、関係してるんですけど、そういうふうに、足の感覚っていうのも、すごく大事で、ね。さてもう、よいしょ、走りしてみましょう。自分の、なんでしょうね、もともと人間が持ってた感覚、そういう五感もそうですし、こう自然の中を歩くとか、自然の中でぼーっとするということもそうだし、太陽光に浴びるとか、そういうことがやはり、今の世の中では少なくなっていて、で、その当たり前に起きていたことが少なくなることで、当たり前に調子が悪くなるという状態にもつながるので、なんか科学的にとかいうよりも先に動物として本来持ってたようなね、ものに触れてみるとかっていうことから始めてみてほしいと思います。さて、今回のねちょっと自然の中ラン、まあ、トレイラルランじゃないけどっていうのはね、この辺で終わろうかなと思います。なるべく僕もこういう自然の中を皆さんと一緒に、動画をね通して皆さんと一緒に出かけられたらなと思います。ちょっとずつね僕もこう新しい挑戦するので、皆さんも一日の中でちょっとずつ新しい挑戦を取り入れてみて、失敗してみたりうまくいってみたり悔しがってみたりっていうね、喜怒哀楽をふんだんに楽しんでもらえたらなと思います。それではまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。